おはようございます。Sons of the Forest Part 5、5回目でございます。今回はこんなところに洞窟がありましてですね。前回言ったトイレじゃない、テレビのそばで、もともとこのマップご覧の通り、矢印で上の洞窟行くってやってんけど、ブラブラしてたら、こっちの方が近いな。どっちしろ両方行くんやろうけど、とりあえず目指してみました。で、ライトを手に入れて、前回俺、あれこれ、え？いらんかな。前回、首吊りの男の人を見つけて、で、そこにライトがあって。そこを、あれ？どのタイミングでやってたかな？ 4 回目？多分前回4回目でやってたと思う。おるな。ライトが、電池が消えるとまずいか。発煙筒か。6とかに設定してみたらどうでしょう。はい。なあ、無駄遣いはせん方がいいんやろうけど。これ買ってな、持ってるんで。持ってるとか落ちてるんで。倒して回収するようなシステム。あ、どうした？やべやべやべ。え、お前、登ってくんの？いっぱい刺さってるやつ中心に行きたい。前に登ってる。くそ、明かりがちょっと足りねえ。降りたら来るか。よいしょ。もう一発だけ。で、大ぶりの斧というのを手に入れました。やられた。攻撃サイドかな。大ぶりの斧が使い、いや。攻撃されてんのか。されてるよね。大ぶりの斧はもしかしたら、あんまりない。すげえ速度で移動してるからさ。引っかかってんな。逃げる。フェス、襲って。ヒットアンドアウェイ、ヒットアンドアウェイの精神。あいつ帰るな。よろ。よしよし、3発あった。あとはあったく。あら、こういうことやろ。おお、目の前にいた。避
寄せて、よしよし、大丈夫でしょ、水分入して、ほい、よっしゃ、よいしょ、よいしょ、えい、あれ強い、こういうことです。槍を一つ、下にある、下にもいけます。ということで渡っていく必要もあるな。しょうか、こういうとこでリーダーしてるとっていうのがあるんで、なんですかこれ、あ、また見える、何もない、この先か、さっき行った、上から行った、おお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 、はあ、これこれか、槍なのか、顔がどっか分からへんし、取りやすいかもしれない、あーこれ叩いたらなんかカウンター来せんもんね、なんか壊し、いや壊れてき、あーとか食う、パターンもあるって思うけど、とりあえずつこう、削りすぎたらなんかスマートに削ってくるもあるしね、着性爆弾2つあるのか、ちょっとどんどん使っていくか、ここで2つ回収できるから、電池1つ使っちゃったけど、粘着性爆弾は使ってもいい、2つは OK、 やばいやばい、どうした、あら、どうした、でかいのがおるな、白いか、ええ、ちょ、反対反対、
俺のアーマーが割れる。一応リーフアーマーというのを作っておりましてですね、なんかあっても大丈夫なの。ないよりはマシじゃないかな。 HP 回復するのはそんな簡単じゃないっていうか、まあ簡単じゃないんで、アーマーを使ってごまかしごまかしやっていこうかなっていう感じでやっております。布もさ限界ってあると思うんで、こんなもんでいいか。でもう一回広いて広げる。リファーマー調理されずに腐っちゃうんで、まあそんなに静かになったからさ、結構ボスヘブンではなかろうかと思いまして、倒せたね。ワンパンや君な装備はこれ一つで防具の代わりになる。何でしょうか。拡大してみました。あ、もちろんいいや。いた。ちょっと分からへんけど、これ優秀なアーマーっぽいんで、そう、ちょっと一回静かにさせて。体温が下がってる。ちょっと あ、そういうとこなのかな。強いんか。やばいやばい。ライフ。どうした。疲れている。タープを使ったら寝れる。喉が乾いて、どういうこと？ちょっとどうしたらいいの？タープを。Cave next. Haven't heard back. Can you check up on him and return my shovel? ショベルを持って行ってしまったのか。で、スポーってくれ言ったところに帰ってこんと。大丈夫か。
そういうこと。ああ、はあはあはあ。これでテントが張れる。しかもセーブもできる。わあ、悪くねえ。そういうことか。隅っこね。寒くて濡れてる。言うたってな。ここか。隅っこでできそうなとこってここぐらいじゃない？なんか大丈夫そう。今テープがなくなりつつある気がする。テープが減っている。もう寝たんか。どこや。何かあるやろ、これ。ない。もっと奥行けってことか、俺に。いいでしょう、いいでしょう。やりましょう。探しましょう。どうしよう。5スロって何やったかな。5スロ、4スロ、スタンガン、手榴弾。4とかじゃなくて、普通に。倒せてない可能性がある。ちょっと余裕出して、手前のやつこう。倒してる倒してる。メルポイントみたいな右に点滅してるんやけど、どういうことか。疲労しているやろ。疲労してるから俺寝たんやけど。そういうことじゃない。一回戻るか。なんか来てるー、なんか来てるー。一回戻って、疲労回復するアイテムってないのかな。そうやんね。寝られへんけど。疲労回復アイテム。ちょっと俺が思う疲労回復アイテム。どうですか？あ、疲労しているが解消された。おお、いいですね。寝るだけじゃあかんのか。電池あと何かある？ 1,2 バッテリー4つ。4バッテリーでやらせてもらってます。触っていった。ここまでか、ラインは。いや、全然違う。ちょっとオーバーキルしちゃう。あれ、ここまでじゃないのか。長いよな、この洞窟。ライトがもうないもんね。あ、
ました。なんやろうな、おそらくどっかに引っかかってるかもしれんな。それが刺さってる。ロープじゃないやな。右が海になってる。これマジか、分岐か。ああ、ここで分岐はちょっときついかもしれない。えい、引き打ちやな。引きながら確認し、あ、押してもいいのか。どこ行ってるか正直分からんくなりつつあるんで、なんで上から、ってことは、ここが正しい分岐やとしたら1個戻って、分岐左右で右に行く方を選んだら、その先ここかな。分岐がある。ここか？まあ、このスラック弾ってなんなんやろ、謎いな。分の攻略は終わったんで、このまま今バッテリー集めなあかんくなるのか。まあ、それがどう、おっ、しおっと、おどこ、なんで、あれさっきいたっけ。ちょっか、やっぱり合ってるのは合ってるな。分岐こっちで、この先水たまりみたいなところがあったはずやけど、見外した。弓矢打つか。ちょっと弓矢マスターの出番ではなかろうか。うん、音だけ。あっ、そう、え、お前もや、えい、お、ちゃんとこういうところを倒しとかなかったら後から帰りにやられたりするんで、なんかそんなとこっていうのがありますから。くそー、帰れねえ。これもしかし帰りないのか。
ドゥン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 。何ですか？ドーパー射装置を使ってジップラインに乗ったり。はあはあはあ、2か所に弾みたいに振ってんのか。ビューンと、はい、え、ウソやろ、ちょっと、あれ、これがその発射装置ってこと？なんか骨の作っとくか。作れるもんは作っとこう。基板と、え、ここまでで作り方が違ってんのかな。コインをあと一つ、これが、あ、できた、できた、民生枠だ。さっきなんでできんかったっけ、なぜやが。いや、しやしやし、もう一個作っとくか。いや、いや、ちょっと待ってよ。あとは逃げるだけ。こいつらはもう知りません。逃げていいのかな。山回収みたいな、あのロープ、タッパ回収か。いや、近い。いけ、お疲れ。どうぞ。いや、危なし。痛みに耐えてこそ、痛みに耐えてこその勝利。全員倒すのはちょっと限界がある。あ、あ、お、お、帰ってきた。帰ってきました。あざす。あ、これあれか。最初入って右左の分岐が左に行った。右に行くとあの水たまりどこに出られたんやね。そういうことか。で。ライトは閉まって、いやー、なんとか抜け出すことができました。で、あれを何に使うかやな、ちょっとそこがようわからん。時間いくらいなんで、この辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。あれ、俺の出口、あれ、俺テントなんか作ってなかったっけ。え、作ってないのか。そうか、ここ入る手前からスタートしたか。そう、オッケー、はい、失礼します。